毎度。今日これ期間限定ファンタパイナップルゼロシュガーと書いてあります、これをいただきたいと思います。パイナップルの匂いがしますね。期間限定に弱い俺です。いただきます。これカロリーってどれくらいあるんかな。カロリーゼロ、ゼロなら、この味わいでゼロならね、美味しいかもしれん、ゼロなら美味しいかもしれんって、なんかちょっとおかしいですけどね。罪悪感なく飲める感じでね。いいんじゃないかなと思いますけどね。ファンタ。今日はね、このギターがね、メンテナンスが、古典具流メンテが完了しましたんでね。実際やったことっていうのは、これ、ブリッジを、剥がれかけてたやつを、なるべく綺麗に剥がして、で、接着しないといけないので、ボディ面と、このブリ取れたブリッジの、下地加工、しっかり貼れ合わせるようにね、接着剤とか、そういうのを取り除いたり、ある程度、平面出したりとか、ボディの塗装の上にこれが貼ってあるような状態だったんで、かといって、まるっと塗装の上じゃなくて、中途半端にね、中は、生地が出てる状態なんですけど、だから結局、貼り付くのは、この塗装面の、3ミリくらいの、枠が貼り付いてただけで、ほぼほぼ、このブリッジのね、剥がした時の裏面見ると、ボンドが付いてるような跡がないんで、本当に2、3ミリの、この縁だけ、ひっついてるような状態でね。見た目はね、それは綺麗に仕上がると思いますけど、それやるんやったら、その塗装の分を、ある程度ね、もうぴったりくるように、削ってね、塗装の厚さを。で、段差つけて、デコボコではめるみたいにね、はめれれば、一番いいのかなと。塗装も、綺麗だしね。ただ、これの場合はね、これ、モーリスやけど、廉価版なんでね、材質とかはいいんですけど、中国製なんでね、その辺が、国内製造とはまたちょっと違うのかなと思ったりね。だからこの周り、このブリッジの大きさに、ブリッジがスポッとはまるくらい、このトップの生地を出さんといかんかったから、これで、鉛筆でね、印つけて、マスキングテープを貼って、なるべく、直線で切れるようにね、彫刻刀で切り込み入れて、平刀っていうの、平いったやつで平面をなるべく出して、周り削り取ったんですけど、でもね、昨日も言った通り、ちょっと削り取りすぎた部分があるんでね、そこの隙間をどうするかっていう、その状態なんですけど、弦張ってみてね、もうこれ6弦12フレットで、2ミリ、1弦も2ミリ弱、1.78かな、
やで、もうすごい、低い、原稿も低くて、特にビビりもなくね、いい感じで。まあ当然、この塗装分、削ってる分、中に入ってるんで、若干塗装分はブリッジも、新品の時よりは下に行ってると思いますけどね。まあ新品の時の音はね、わかりませんけど、絶対新品の時よりは、良くなってるんじゃないかなって、俺は思ってますけどね。うん、自画自賛。うん。でね、今日、いちごまる子がね、ライブやったみたいでね、ちょっと筆下ろしたるで、稼いって言ってきてね。もう嫌やったけど、貸しましたとか言ったね。そしたら、すごい良かったって。で、おまけにみんなにね、かわいいかわいいって言われてね、すごいいい気分になってね、帰ってきましたけどね。うん。で、今弾いてみたらね、やっぱ一回ライブで使うとね、まあ、うちでちょこちょこ弾いてる、昨日ちょこちょこ弾いてたんですけどね、まあ、一回ライブで使ってくれて、今、弾いてみるとね、やっぱりね、なんか一皮むけたというか、うん。ギターっていうことを思い出してくれたのかね、よりね、いい音がするようになりました。まあ、いちごまる子に貸したのもね、まんざら悪くなかったなと思いながらね。うん。まあ、このギターでね、一曲歌います。悲しい時には、空を見上げ、私の瞳を涙はこぼれた涙を拾い集め、夜空へ放てば星と輝き、輝く星に祈り込めて、私はいつでも歌うこの歌、we'll be right back。
ああ。